久しぶり。どう、メカジキ2番隊の人たちとはうまくやってる？じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか？ふん、僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。そう、海戦で大きな手柄を立ててね、今や僕も特別行動隊の隊長さ。それに最も新しい小隊でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。しかも僕たちの隊服も制作中だってサングロミア様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。本当にありがたいことだ。これも全て支援があったおかげだよ。その隊服オイラにもあるのか？もちろん、君も僕たち渡墨島軍隊の一員なんだからね。やったー。隊長、新しい作戦任務が。ああ、今は行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。うん、それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てるにはもってこいの状態なんだ。まさか鉄平が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。はあ、やっと終わった。手ごわいやつだったな。でもなんでこんなところにあんな大きな雷兜のヒルチャール王者がいたんだ。わからない。それにここの雰囲気なんだか変だぞ。とにかくもう何もないはずだから早く戻ろう。あれ、鉄平だ。なんでお前もここに？僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？お前なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね、見に来たんだよ。万が一危険にでも遭っていたら僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだったとは。どうやら僕の取り越し苦労だったようだ。てっぺ、お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか？そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシってなんだ？ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。うわあ、あんなにでっかい蛇の骨、見ただけで体が震え上がってくるぞ。今の渡墨島があるのはオロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が今の無双人狭間を形成したってわけさ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう、でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、
八潮里島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡墨島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。まだ他にやることもあるしね。君たちは早く三五宮様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから、長居すると体に良くない。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか鉄平がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。いつの間にかすごく成長したみたいだ。戻ってココミに報告しようぜ。ココミ、戻ってきたぞ。って、あれ、五郎もいるのか。何かあったのか。なんかすごく真剣な表情だな。この異常が発生した人はどれくらいいるのですか。まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか。近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこれは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか。ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか。ということは支援者の正体はファデュイだったのか。しかしなぜファデュイがこのようなことを。 いえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。近頃異常が起きた兵士たちには治療を。まだ間に合うことを祈りましょう。また異常のある兵士って。嘘だろ。早く見に行こう。てっぺー。ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね、今立つから。あれ、おかしいな。体の力が抜けて。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は。いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えばこの秘密兵器は僕に応えてくれる、そう言ってたよ。まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。邪眼？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？そうだったのか。確かに
こんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなってた。はあ、やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら僕の分も持ってきてほしいんだ。それで一緒に来てさ。なんて表情してるんだ相棒。大丈夫、少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。てっぺー、てっぺいの息がどんどん弱々しくなってる。